桜新町駅は東京都世田谷区桜新町2丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT05。地下2階と地下3階のそれぞれに一面一線の単式ホームと一線の通過線がある二層構造の地下駅である。地下2階が下り、地下3階は上りに用いられている。通過線はホームから見て壁面の反対側にあり、 ホームからは見えない。ただし、ホームの両端から通過線との分岐点を望むことができるため、壁の向こう側の通過線を走る通過列車の姿を確認することができる。駅名にちなんで駅カラーは桜色。ただし、実際に使用されている色は、日本産業企画が定めた実関用式名での桜色よりも赤色に近くなっている。 2006年前後の壁面改良工事によりホームで内側の壁面にも桜の装飾がなされた。地下駅で通過線を設置したのは、当駅が日本初である。類似の駅には、いずれも構造が当駅と多少異なるものの、都営地下鉄新宿線の水江駅、東京メトロ副都心線の東新宿駅、台湾高速鉄道の東園駅などがある。バリアフリー対応として、 地上と改札街を連絡するエレベーター及び改札街と各ホーム会を連絡するエスカレーターエレベーターが整備されている。地下3階上りホーム利用者に配慮し、開設当初から地下3階地下2階のエスカレーターが設置されていた。その後ホーム会と改札街を連絡するエレベーター、改札街と地上を連絡するエレベーター、地下1階、地下2階、 地下3階を相互に連絡する上下エスカレーターが順番に設置された。改札と各ホームを結ぶエレベーターは当初1機のみ整備されたが2019年11月30日より2機目の使用を開始している。また改札外と地上を結ぶエレベーターは北口にのみ整備されたが2020年に南口にも整備された。トイレは地下1階改札外にある。 2005年に改修され、多機能トイレが設置された。さらに2020年には、改めて改修が行われている。渋谷二子玉川間では珍しく、駅と国道246号線や首都高速3号線が離れている。これに加えて、駅付近に高層ビルがないため、空が比較的広く、道路の騒音も少なめで、沿線の中でも、 独特の雰囲気を醸し出す駅前になっている。各駅停車は当駅で急行を退避する列車がある。ただし朝のラッシュ時間帯は一部列車を除いて両方向とも急行の運転がないため退避も行われない。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。ありがとうございます。